はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、ちょまるまたけしです。今日も元気に、エルベツギマーボーやってきたと思います。ということで、今日はですね、はい、私ですね、はい、3V3 ガント、まあ、初日なんですけど、はい、私、今回ランク1目指しますよ。ランク1目指してるガチ勢は今どんな状況という方、はい、ババンと、はい、31,900 ポイントということで、はい、まあ、半分までいかなかったけど、まあ、こんな感じです。ちなみに今、金曜日の夜、6時ぐらいに撮ってます、今。はい、夕方6時ぐらいに撮ってて、こんな感じでございます。はい。で、今、ちょうど、困難が終わって、また新しく始まろうというところでやっていくんですけど、で、パがこんな感じです。ワイルドカード出ましたね。ワイルドカード出たんで、どんなパにしようかと思ってんですけど、まあ、せっかくならちょっと遊ぶか。せっかくなんでちょっと遊ぼうと思うんですけど、どういうパにしよっかな。SF。せっかくだから SF でレブロンじゃないですか。レブロン入れて、こっちゴートレブロン入れて、ゴートレブロン入れます。そして、で、こっちにアンチマレブロン入れて、ダブルレブロンで、ダブルレブロン、この前ね、星5にレベル100にしました。ダブルレブロン、ベチコリ入れて、はい。で、センターどうしよっかな。センターも誰でもいいけど、まあ、ウェンビーですっか、じゃあ。はい、ウェンビーとダブルレブロン。こちらのパーでちょっと行きましょう。はい。オッケー、じゃあやっていきましょう。さあ、ダブルレブロンパーね。ちょっと遊んでいきたいと思います。さあ、行きましょう。さあ、始まりました。さあ、私が白のキャブスユニの方でございます。さあ、ウェンビー対ダブルレブロン。さあ、まず、レブロンが、どっちのレブロンか分かんないけど、いけ！オーケー、バチコで行こう、オーケー、いいよ。さあ、まず、お、ヒートレブロン。ヒートレブロンがバチコで決めました。さあ、ダブルレブロン。相手は、これ、シャックかな？シャックと、カワイちゃんと、リラードかな？ちょっと分かんないけど、はい、バチコって行こう、オーケー、いいよ。さあ、ここ。はい、どっちのレブロンかルーレット。どっちのレブロンだ？やばい！バチコンだ！どっちのレブロン？どっちのレブロンだった今。あ、USA レブロンですね。いいですね。さあ、USA レブロンと、マイアミヒートレブロンが交互に決めました。ヒートレブロンってか、ゴートレブロンか。ゴート対 USA の、はい、ここ中入ってくるけど。はい、ボコしていく。もう一回。あ、ダブル、今ダブルレブロンが飛んだ。レブロンダブル飛びしましたよ。さあ、ここはじゃあさ、やりたいことがある。ここはさ、あ、待って、ウェンビーか。いや、レブロンからレブロンのパスで、あ、待って、ちょっと待って。どっちのレブロンか分からんけど。どっちのレブロンか分かんないけど言ってこい。いやーミスった！ちょっと待って、何やってんだよ、おい。レブロンからレブロンのパスやりたかったんだけど、ちょっと待って。レブロンからレブロンのアシストで、アリウープやりたかったんですよ。ちょっと待って、ミスった。たださ、今さ、タップ操作だからさ、がばるんだよね。はい、ここバチコっていくさ、いいよ。で、レブロンが、これはさ、いけ！ちょっと何やってんだよ。ここレブロン行くよ。はい、レブロンからレブロンのアシストで、はい、行け！レブロンからレブロンの、あーミスった！レブロンからレブロンのアシストでぶち込みたかったんですけど。さあ、これが 3V3 の醍醐味ですかね。皆さんもね、ぜひ 3V3 やったらね、はい、レブロンパ作ったりとか、カリーパ作ったりとかね。ちょっと待って！やばい！追いつか、あ、ラスか！ラスだった。リラードかと思った。しかも、あ、違うわ。エルトンブランドだし。シャックじゃねえ、エルトンブランドだ。ちょっと待って、これ違う。ちょっと待ってさ、そこさ、レブロンにしてよ。でもこれいけるか。最後いけ。ちょっと待って、すげえミスってんだけど。しょぼ、待って、やばすぎる。待って、同点になっちゃったよ。おいおい、俺としたことが一戦目で同点とかありえねえから。ちょっと待ってください。私としたことはとんでもないミスをしました。まさかの4対4っていう同点で第1試合から、ちょっとこれ負けるわけにいかないんで、しっかり行きましょう。しっかりと、しかもアリウープも決めます。アリウープも決めて、しっかりと勝ち上げます。まあ、一回さ、普通のなんかやらして、ここ。速攻からの多分。ラスこれボコしていいから、はい、ラスボコしていく。はい、行こう。レブロン邪魔。レブロンが走るから。いけ！まずバチコンで行こう。オッケー、いいよ。さあ、レブロンが2人いますけど、さあ、6対4とね。さあ、ここ、バチコリと決め上げてからの、ここでちょっとアリウープ狙うからね、マジで。てか、ディフェンスもしっかり。ここ、しばけるだろ。オッケー、いいよ。さあ、で、ここ。で、レブロンからレブロンで。あ、待って、違う、慣れてんだよ。オッケー、ナイス外し。むしろナイス外しで、今。で、ここでレブロンからレブロンのパスやるからね。
みんな見てて。レベル6からレベルなし。あ、行った行けバッツコメ、やばい今のウィンドビル、あ、しかもセレブレーションやった、セレブレーションやった、しかも今さ、360じゃなかった、今360じゃね、やばい、レブロンからレブロンパスで360はやばすぎる。さあ、ここバシコっていこう、オッケー。さあ、レブロンがまた、で、ここは、ちょっと違う、ちょっと待って。もう一回レブロンからレブロンでやるから。待って、レブロンからレブロンでやばいって。レブロンからレブロン、あ、待って、何やってんのちょっと待って、何やってんの、ちょっと待って、違うって。さあ、ここさ、このアリウープいける。いいけど、アスリ、え ?3 秒バイオあんのかよ、これ。3秒バイオなくていいだろ、これ。やっちゃいました。すいません。たださ、レブロンからレブロンのアリープ決めたから、俺。やばくない今の。レブロンからレブロンの下は。しかも、360だよ。ちょっと飛び込んで。どんまい。さあ、ここマジで。はい、絶対勝つよ。絶対勝つよ。はい、バシコっていく。さあ、はい、ウェンビナイス。で、ここは、で、ここパス出すじゃん。で、はい、これ確定だろ。あ、待って、何やってんの?レブロンからレブロンが二人で忍者のようだ。いけ、レブロン、いけ、バシコめ!やばすぎる!やばすぎる、レベル6からレベル6パーで360出ました、オッケー。362連発、USA レベルですね。さあ、バシ込んでいく。じゃあ、ここウェンビー。ウェンビーで、ウェンビー最後アシスト。アシストじゃねえよ。はい、ウェンビー最後決めよう。さあ、ウェンビー行こう。ウェンビー行こう。ウェンビーも行っちゃって。オッケー。ああ、おい、ダンクしろよ、お前。おい、恥ずかしがんなって。ダンクしろって、お前、そこは。ウェンビー。さあ、12対4と。結局、後半圧倒的ボゴシでございましたけどね。はい。さあ、ここ最後、レブロンが、はい、ぶん投げして、はい。OK、終わりましたということで、はい。OK、契約だ。はい、ということで、レブロンとレブロンでね、ダブルレブロンパ作ってみました。皆さんもぜひね、ちょっとね、ポジションが被ったりとか、まあ、ポジションチェンジでね、こういう風に、同じ選手でも揃えられたりするんで、ぜひね、皆さんもちょっと同じ選手使ってみると結構面白いです。はい。やってみてください。で、ちなみに私のランキングですね。はい。気になってる方も多いと思うんですけど、ガチ勢は、はい、初日から、どんな感じでしょうか?はい、行きます。はい、行きまーす。はい、でるる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 るもうちょいではランク1なんだけど、まあまあこのぐらいの位置でいいかな、序盤は。まあ今日はちょっと仕事だったんでね。はい、日中はちょっとできなかったんで、まあ明日からね、また本格的にやっていこうと思いますんでね。こっから、今、ここで1046位なんでね、ここから頑張っていきたいと思います。あと、今回、最後ね、スピナーブッパーじゃないですか。スピナーブッパーなんですけど、250個ゲットするんですけど、俺ね、今ね、スピナートークンが、普通の、貯めてやる方でも、今ね、俺228個溜まってるんだわ。だから、ちょっと今回、乾燥した瞬間っていうか、多分もうちょっと溜まると思うんでね。まあ、乾燥したら多分明日溜まるんじゃないから。明日溜まると思うんで、スピナー、ダブルスピナーちょっとやろうかなと思います。はい。で、私、チョモさんは、アンチマのね、テーマカード、コンプリ目指してるんで、あとドロマン・ミッチェルと、もうルーキーの弾丸も狙えますんで、はい、こちらとルーキーの弾丸と、ドラマ見てる?こちらダブルやって、コンプリ確定させたいと思いますんでね。で、残り1回は最後どうしようかな。まあ、星5になりやす、なりにくいやつをちょっと最後1枚ゲットして、それで、はい、星5にするやつに当てたいと思いますけどね。はい、とりあえず250個、自力で集まりますんでね、ぜひ皆さんもドラピぶっぱして、ぜひ集めてください。はい、で、秒数の方を見せよっか。忙しい、忙しい。秒数の方は、あ、こっちか。ショットクロックの方は今132秒ということなんで、これもね、また300秒くらい溜まったら最後ぶっぱして、はい。今俺14ラウンドなんで、下手したら残り300秒くらいで狩りいけると思うんでね、最後ラストスパート。まだ12日間ありますから、はい。まあ、皆さんも諦めずに、はい、頑張ってください。分母を増やしてね、分母を増やして頑張ってください。はい。まあ、という感じです。で、最後ちょっとヘッドとヘッドのタックがあるんですけど、まあ、ちょっと軽く引いていきましょうか。なんかネットワーク遅いんだよな、今。なんでネットワークこんな遅いんだろう。さあ、よいしょ。さあ、シルバーバック。おお!やべえ!シルバーバックで開けくり来た!これ当たりです。やばいです。サビから、ブースト!ラストピック!そして、やりました!ヌル切ってきました!シルバーバックとこれは当たり。いいよ、この調子でいこう。この調子でじゃんじゃん神引きしよう、今回最後。
さあ来ました。さあ行きましょう。え、やばい、待って、シルバーパックでこの辺り、マジ変、全然さ、明け暮れなんか出ないじゃん。ゴールドパックでも出ないじゃん。いや、マジ引きやばすぎる。お、あー、できました。これマジ当たり。これマジ当たりです。ドラピアこんな感じです。はい。じゃあ最後行きましょう。さあ、この流れで、この流れで最後さ、明け暮れ3連引きしたらやばい。さあ行きましょう。最後何来る？さあ、お願いします。あー、でも、あ、でもローズコーツ2枚は明け暮れ1枚に余裕で匹敵するだろう。だから実質明け暮れ3枚引きだわ、これ。やばい、シルバーパックで明け暮れ3枚引きした。やばい、ブースト。お、ピート・マラビッチ。お、クコッチ、昔の選手ですね。やりましたチャンプテイク TV。 はい、ということでいかがでございましたでしょうかね。はい、チョコランのたけしの 3v3 ガント、初日の動画でございましたけどね。はい、ぜひ皆さんも諦めずに、はい、より高い報酬目指して頑張ってください。完走すればね、アンチバ確定スピードは引けますんで、まあ、パワーによっては違いますけど、これパワーによって数違いますからね。あ、これなんで俺が250個かっていうと、俺がアンチマ隊だからですね。はい。チョモさんが、ここのアンチマ隊にいるんで、50万パワー以上なんで、250個なんですけど、これが明け暮れ隊の人は、ここのガチャの数と一緒で175個とかだったり、その階級に応じて、最後のスピナーの数が違うんですけど、これはちょっと、差が出てますね。はい。まあ、ということで、今日はこの辺で動画の方失礼したいと思います。また、次の配信か動画でお会いいたしも、マジ本当 3v3 ガント、絶対ポジョ、今回ポジョマジで狙いますんで、はい。ぜひ皆さんも、皆さんがライバルですけど、はい。ぜひ、5000以内入ってポジョゲットしてください。これガチャゲンなんで。はい。ありがとうございました。失礼します。チャンネルからの大切なお知らせです。チョモ生たけし TV のメンバーになりませんか？メンバー特典として、コメントの優勢返信や、人数が集まれば、メンバー限定のPVP 大会も開く予定です。ぜひ振るってメンバーになってチョモランマタケシ TV を応援しよう。Living life every day late at night, not okay, all I want and I pray.All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer.